新幹線 E926 系電車。新幹線 E926 系電車。新幹線 E926 型電車は、東日本旅客鉄道、JR 東日本に在籍する新幹線電気、機動総合試験車である、イーストアイ、イーストアイの愛称を持つ。JR 東日本管内の新幹線では1982年の東北新幹線。 上越新幹線の開業以来、河川、軌道検測には925系、921系、含むが使用されていたが、営業列車の速度向上や山形新幹線や秋田新幹線といった25型では、入線不可能なミニ新幹線の開業及び、車両自体の老朽化により、営業列車の最高速度時速2 7 5トル、 当時と同じ速度での減速データが必要とされたこと、最高速度が上昇したダイヤの都合や減速時間の短縮が必要とされたこと、浸在直通可能な減速車両が求められたことなどを受け、2001年に E3K をベースに開発された。愛称名の EAS と愛は、次世代の総合試験者にふさわしい愛称名として、EAS とは JR 東日本の東愛は、 インテリジェント、インタグレイテッド、インスペクションという意味を持たせている。最高速度は時速 275km である。なお、この速度は、検測車両としては、世界最高速度である。また他の検測列車と同じくダイヤが非公表ということもあり、鉄道ファンを中心に、見ると幸せになると、縁起物のような存在になっている。 6両編成1本と、軌道検測者の予備者1本の、計7両が、等級車両製造で製造された。配電板の配置などベースとなった E3 系の構造はできるだけ踏襲され、必要な部分のみ変更されている。車両開発のコンセプトは、未来性と、ヒューマンフレンドリーで、21世紀をリードする、世界一の新幹線総合検測者を目指した。 なお単独走行でのみの使用であるため、併合機能は持っていない。前述の開発ニーズから、在来線の車両限界に合わせられた、ミニ新幹線規格の山形新幹線区間及び、秋田新幹線区間でも運用できるように車体は E3 系をベースとしたアルミニウム合金製で、側引き戸にステップ装置とプラグドア装置が採用されているが、1号車、3号車に、 側引き戸がないことや機器搬入口を設けたこと、前方画像収録装置の設置や、側窓の配置を室内設備に合わせているため6号車の左面は1枚、4号車の右側面は2枚のみとなっていることなどが特徴である。また、北陸新幹線でも対応できるように、電源周波数 60Hz にも対応している。エクステリアデザインコンセプトは、 JR 東日本の中期経営構想、ニューフロンティア21を意識した21世紀のフロンティア開拓者とされ、車体塗装は923型までの金色系統から変わり、21世紀をイメージした白ベースにフロンティアをイメージした赤い帯が入ったデザインとなっている。なおこの塗装は JR 東日本の在来線向け車 E491 系。 キアイン 193K にも採されている。主変圧機、主変乾燥置、主電動機は E3K と同等品である。北陸新幹線の薄い峠区間での30パーミル級勾配において 2M 車カット状態で走行可能とするため、MT 比は 5M1T、M1C、M2T、M2 M、M1、M2C と高めに設定され、周波数50。 60Hz 機に回装置や30パーミル、パーミル急勾配と半モーター、そもそも即ブレーキ機に回装置も装備しているほか、E2 系と同様勾配支援機能を有している。その他補機類の補助電源装置として、SC206A、容量77クバが3号車に2機搭載されている。検測技術の発達により、最新の計測装置が搭載され、 925型が、非対応であった DSATC やデジタル、列車無線装置にも対応したものとなっている。また、検査項目数が925系の59から88に拡大されたほか、検査データ処理の迅速化が図られている。信号関係の検索は両戦闘車で行い、それに関係する、車上士が先頭部床下に設置されている。そのため、 信号関係の検測を行う際には、検測データの精度向上のために前くらい、運転台より台車の手動機をカットし、4M に T 相当での走行に切り替える。この時、主変換装置の特性が切り替わり、健全時と同等の加速度及びブレーキ負担割合の変更を行う機能も搭載されている。925系の軌道検測車、不随車は、 三大車の相対変異を測定する方式であり、車体長も他の車両と比べて短かったが、E926 型は、検測方法が変更され、他の車両と同じ二台車で、車体長も20.5メートルと同じになっている。形式も多号車と同じく E926 型に含まれている。また、検測機器用補助電源装置として、 SC214 が2号車に搭載されている。SC214 は、主変圧器3時間線、AC400V、50、60Hz を電源として、AC100V、50Hz を出力するほか、停電用バックアップ機構を備えており、セクションを想定した3秒バックアップと停電を、想定した10秒バックアップの2回路において、それぞれ49場の容量を有する。さらに、 バックアップ用蓄電池も2号車に搭載されている。M 社の台車は E3 系の DT207A 一部に検測用の機器を搭載できるものを仕様を搭載しており、1号車、4号車、6号車は高さ変換機付き台車を装備している。軌道検測車、3号車用の台車 TR8012 は E3 系の TR7005A をベースとしている。 具体的には、検測枠が取り付けられ、検測精度向上の観点から、検測枠のオーバーハングを小さくするために、車輪は 860mm から 820mm に、縮小、溶断波も片側2本取り付け、E3 系は1本となっているほか、床上には、レーザージャイロ、床下には、騒音系がそれぞれ備えられている。E3 系と同じ PS206 系。 シングルアームパンタグラフが2号車、4号車、6号車に各1台ずつ設置され、2号車、6号車は走行専用のものだが4号車のものは船体内にセンサーが取り付けられ、センサーからの光ファイバーケーブルが上枠、下枠、台枠に固定された走行、検測兼用のものとなっており、周辺には検測装置や投降機が設置されている。 他のみに新幹線用車両と同様、新幹線区間では2機、在来線区間では1機挙げられる。なお、検測データの精度を確保するために4号車のパンタグラフを常に走行最前部にする必要があり、新幹線区間走行時は2号車のパンタグラフは下りのみ、6号車のパンタグラフ上りのみ使用される。パンタグラフの上昇は運転室に設けられた。 専用のスイッチで行われ、車両情報制御装置の画面で上昇パターンを確認できる。またパンタグラフの上昇パターンの変更が必要な場合は、車両情報制御装置の表示画面と警告音で運転士へ注意喚起が行われる。また、北陸新幹線の電源周波数 60Hz に対応するため、AC50Hz400V を供給する。 周波数変換用の補助電源装置 APU3 が2号車、3号車、4号車に1台ずつ設置されている。925型よりも1両、少ない6両編成で、ミニ新幹線規格の小型車両であるため、車内には、検測装置がぎっしりと詰め込まれている。インテリアデザインコンセプトは、くつろぎのある知的快適移動空間とされ、 測定機器部分は落ち着いたホワイトグレー。腰掛け部分は目に優しいグリーン。打ち合わせテーブルと妻部分は目のリフレッシュになる明るい木目状が施された。営業用車両とは異なり乗車人員が少ないため、換気装置は、吸気、排気ともに換気量の少ないものを使用している。また1号車、4号車、6号車については、屋根状の検測装置スペースが大きく室内の 発量が小さいことから、AU217 系、E3 系用1台と大型空調、運転室用と同一のもの1台が設置されている。その他冷却用送風機や、空調装置への電源供給用に 50Hz と 60Hz の両区間の周波数に対応できるイベット、PWM コンバータインバータで構成された SC、SC213。 容量100区場が2.34号車に設置されている。運転室も良、e、い3系に準じたものとなっており、室内の車両情報制御装置には、編成構成変更のほか、勾配対応、補助電源回路、戦闘台車の MM カット、パンタグラフの上昇パターン関係などの操作機能、追加されている。1号車は、通信、電力、信号関係の車両で、 測定項目は、オーバーラップ、渡り線装置、トロリ線高低差、電解強度、ピット誤り率、基地局特性、ATC 軌道回路、信号電流レベル、前方監視などである。屋根上には、河川離角測定装置が、床下には、自動列車制御装置対応のための ATC 受信機や電車電流受信機のほか、 主変換装置や空気圧縮機などが設置されている。また、列車無線対応のための LCX アンテナや、在来無線用アンテナも取り付けられている。二号車は、信号関係及び通信関係の車両で、測定項目は、ATC 設備、信号電流レベル及び、周波数、信号種別などである。車内には測定用電源が搭載されているほか、 床下には、主変換装置や主変圧器、補助電動空気圧縮機などが設置されている。3号車は、軌道検測車で、測定項目は、軌道設備、レール機関の工程及び、水準、軸重、大圧などである。専用の軌道検測用台車を履いており、床下には、電動空気圧縮機や補助電源用の、静止系インバータ装置などのほか、 検測装置が搭載されているため E3 系とは配電盤の配置が異なり、また床面の高さが他の車両よりも 100mm 高くなっている。4号車は電力測定を担当し、測定項目はトロリ線の摩擦、変異、高さ、交点、パンタグラフからの衝撃、終電状態の監視などである。走行。 検測兼用パンタグラフの監視用に観測ドームが設けられている。床下には自動列車制御装置対応のためのトランスポンダ、車上子や列板車上子、地点検知車上子のほか、周辺換装置や周辺圧器、補助電動空気圧縮機などが搭載されている。五号車は電力、信号関係の車両で、測定項目は切り替え無電圧時間、切り替え総合時間、 電車線電圧、電車電流である。床下には、周辺換装置や電動空気圧縮機などが設置されており、また車両後くらい、側車端部には、流し、洋式便所、男子用証便所が設けられている。なお、空車重量は42.1トンと、電動車ながら編成中で最も軽い車両となっている。6号車は、信号、電力関係の車両で、 測定項目は1号車と同じくオーバーラップ、渡り線装置、とロリ線高低差、ATC 設備、周波数、信号種別、ATC 軌道回路、信号電流レベル、前方監視などである。屋根上には、河川理学測定装置が、床下には、自動列車制御装置対応のための ATC 受信機や電車電流受信機のほか、周辺管装置や周辺圧機、 補助電動空気圧縮機などが設置されている。6両編成のうち、軌道検測車である E926 から3には、同一仕様の E926 から13が存在し、一方が検査などで走行できない時でも、軌道の検測が行えるようになっていたが、E926 から13は2015年2月4日に廃車された。 秋田新幹線大曲駅や北駅間は、進行方向が逆になるため、このようになっている。新幹線総合車両センターに配置され、JR 東日本管内のすべての新幹線と、直通先のフル新幹線規格の東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線の各区間とミニ新幹線規格の山形新幹線、秋新幹線の 各区間の検測を一手に引き受けており、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線は10日に1回、秋田新幹線、山形新幹線は年4回の割合で走っている。S51 編成の全体が全般検査等入場中で、計測走行できないときは、車両情報制御装置と、 無線装置に改造が施された e 2系、N21 編成の1号車と2号車の間に E926 から3、または13を組み込み、軌道計測を行っていた。また開業前の試験走行列車にも使用されており、2013年12月2日には、北陸新幹線長野駅金沢駅間、開業前の試験走行初列車として運行された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。